皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは北海道限定のコンビニエンスストアセイコーマート。美味しいビールからおつまみまで全部で8品紹介。最初の商品はこちら、豚背。あまり馴染みのない名前かもしれませんが、北海道ではこれが焼き鳥。どうして豚肉が焼き鳥と呼ばれるか、それは室蘭に秘密がありました。室蘭といえばこちら、製鉄の町として栄えたところ。労働者向けの屋台として提供されたのが始まり。そんな町室蘭は養豚も盛んだったことから、鶏肉と豚肉を両方合わせて焼き鳥と呼んだそうです。なるほど、室蘭焼き鳥、勉強になりました。それではその室蘭焼き鳥を北海道函館で食べよう。焼き鳥を食べるときに欠かせないもの、それはビールです。北海道でビールを飲むなら札幌クラシック。せっかく北海道でビールを飲むなら、美味しいこの札幌クラシックを飲みましょう。ではいただきます。うまい。うわ、生らうまい。わやうまい。だー、くー、焼き鳥一本でビール一缶飲むとこでした。危ない危ない。それでは続いて紹介していきましょう。次に紹介するのはこちら、フライドチキン。こちらのフライドチキンはセイコーマートの店内で作っている。だから常に熱々できたて、めちゃめちゃうまいです。ちなみに店内で作っているのをホットシェフと言います。ホットシェフでは出来たてのおにぎりや出来たてのお弁当が売っています。こちらのザンギ弁当、ザンギ弁当とは鶏の唐揚げのこと。そしてジンギスカン弁当、これを見るとジンギスカンのタレがついてますが、ソラチでしょうか、それともベルのジンギスカンのタレでしょうか。北海道民にしかわからない話ですが、私は間違いなくベルのタレ。それではこの美味しいフライドチキンを美味しいビールで流し込みます。うわー、やっぱりうまい、最高です。こちらのフライドチキンは税込みで260円、全部で5個入ってます。続いて紹介するのがベーコンおかかおにぎり。あまり聞き慣れないかもしれないんですが、こちらもホットシェフで手作りしてくれている温かいおにぎりです。ではいただきます。いやー、これがねめちゃくちゃうまいんですよ。ベーコンの旨味とおかかの少ししょっぱさ、でも味付けは甘辛くなってるんで、すっげーご飯が進んでなんまらうまいですよ。これはねセイコーマート来たら本当に食べてほしいです。そして札幌クラシック、札幌クラシック、北海道への感謝のビールとして1985年に誕生したクラシック。ふるさとのために美味しいビールを作り続けるという思いを込め、当時の缶には札幌にあった札幌ビールの工場がデザインされています。これからもクラシックはここにしかない美味しさをお届けしていきます。続いて紹介していくのがこちら、クリーミーカルボナーラ。セイコーマートではパスタの種類がペペロンチーノやナポリタンたくさんありますが、その中でもこのクリーミーカルボナーラ、これの何がすげえかっていうと値段がなまら安い、110円、税込みでも118円、映え安いって、安すぎてびっくりしてなまらなまっちまうんだから。ずっと喋ってからやっと食えって言われるけど、喋れば喋ったで喋んなって言われるし、喋れば喋れで喋れって言われるし、これクリームいっぺ混ぜてよな、味うめんだよこれ、こうしていっぺ混ぜて食ってみるべ、うんめえな、食わさるわこれ、どうだ、けえな、けえっていうのな、どうだ、食わねえかってことだから。すいません、ちょっと喋りすぎたんで札幌クラシックで一回落ち着こう。続いて紹介するのがこちら、ガラナサワー。函館ではどこのコンビニでも売っているガラナジュース、それをサワーにしたものです。もともと甘い飲み物なのでサワーにしてもすごい飲みやすい、っていうかお酒入ってるのっていう感じ。セイコーマートは北海道民にとってなくてはならない存在です。有名な大手コンビニも勝てない、それはコンビニエンスストアの中で顧客満足度全国1位になるほどの実績。お惣菜の商品がかなり豊富にあります。これらの商品が半分以上がほぼ100円、しかも無添加で商品も多く何より安いです。メロンアイス、そして何といってもセイコーマートの一番の魅力はこちらのホットシェフ。出来たてが食べられるので温かくて美味しい、ボリュームもあってお腹がいっぱい、そしてお財布にも優しい。セイコーマートのいいところは品数が多すぎる、見たことがない商品だらけ、安い、この3拍子です。
こちらの商品はもう間違いなくセイコーマート限定の商品なんですが、皆さんにこれを紹介したかったです。カップラーメンの山わさび塩ラーメン味、あまりの辛さに罰ゲームだ、催涙スプレーを食べてるみたい、もうむせながらしか食べれないなどとたくさんの言葉をいただいていますが、こちらまずかったら投げるだけなんですけど、美味しいからついつい食べてしまう。商品の名前の通り山わさびがしっかり効いていて味も美味しい。わさびが好きな人はぜひ食べてみてください。その代わり動画のようにむせることは間違いないです。もちろん私店長はむせながら完食しました。続いて紹介するのがこちら、みんな大好きカツ丼別盛りで出来たての味わい。こちらの商品もホットシェフのコーナーのところに置いてあります。出来たて熱々。こちらのカツ丼何がいいかっていうと、この蓋がついてるんですけど、温めた後に別になってるんですね、カツとご飯が。なので温めてからご飯にのせます。こうするとご飯もべちゃべちゃじゃなくてそのまま美味しく召し上がれます。ちょうど今の時代はデリバリーなんかが主流になってきてるんでね、こういう入れ物もたくさんあると思うんですけど、誰が最初に考えたんでしょうか。感謝しかありませんね。それでは早速いただいていきます。セイコーマートのカツ丼が昔から好きで、結構味が甘めなんですよね。カツもしっかりした厚さがあって、だしを吸ってるし、しっかり卵も絡んでて、うん、やっぱりうまいっすね。そしてセイコーマートのホットシェフといえばこの容器、このね赤い容器が懐かしく感じる人も多いんじゃないでしょうか。はい、それでは今日はセイコーマートのご紹介でした。北海道にしかないコンビニといっても、埼玉と茨城にも出店しているそうですが、北海道だけで現在1100店舗ほどあるそうです。めっちゃ多いですね。1971年8月に日本で一番最初にできたコンビニとしても有名です。北海道に住んでいると忘れがちですが、こんなに素晴らしいコンビニが近くにあることが幸せだと思いながら買い物に行きましょう。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。もしこの動画が面白いなと思ったら、チャンネル登録や高評価のボタンをお願いします。So love